整列になって、これ持っててもいいですか。はい、持っててもいい。ポーカーで同じこと言います。気分ポーカーと同じとか言って、はい、どうぞ。そしてミスだったらまた列に入ってまた言い直してもいいの。こうエディティングができるから、はい、今日の良かったのは、私が失敗しても直してくれる人いっぱいいました。青空の下ですごく皆さんと一緒に楽しかったです。なんか今日今ここにいるのが、こういう人たちといるのが不思議です。お台所から出てきて楽しかったです。土は楽しいです。今日はハンマーでいっぱい仕事をして汗を流しました。みんなと仕事ができたのがとっても楽しかった。ありがとうございます。あっという間に小さな道ができて感動しました。ありがとうございます。生まれて初めて今日ナタで竹を割りました。竹を割った性格というのが体で分かりました。ありがとうございます。とても充実してとっても楽しかったです。ありがとうございました。みんなで一緒に食べて作業して喋って楽しかったです。今日道ができてよかったです。なんかこれから行く方向がなんか見えてきたようでよかったです。今日もまた新しい出会いに出会いがあって、非常に楽しかったです。これからもそれが続くといいと思います。朝眠かったですけど来てよかったです。渋滞大変だ。よかった。土が死んだ土には植物によくないでちょっと守りさせた。で、多分私たちが食べるものは優先じゃない。これからは冬だし、で土を良くするもの植えます。緑肥の種は何だろう。植物いろんなものが混ざってる、うん、そう、地層を土に入れてくれる、猫も入れる、あんな感じ。それが守るため。あ、元気ね、生きているね。で、これはモデルです。このように進めたいです。ので、これからの強い人、これを持っその桑を持ってる人は横に使った方がいいと思います。これは、一緒。出た土はこっちに、ね、横に、はい、横にこう。これ真ん中で手袋ない人、紅茶とか、ね、こうみんなそれぞれのそういったものをこうやれたらいい。これはちょっと3ヶ月以内実現したい。うわー、楽しみ。だからみんなこれぞと思うものがある方は、でも今だから聞いてると部屋の片付け一回も捨てましょうみたいなのが一回あってもいいかもしれないなと思います。以上です。じゃあこんなのワークショップで絶対家の中の雑草抜きと時間の作り方、時間を作らないとこの細かく雑草取りできないでしょ。時間を作らないといろんなことができない。でどんな活動を減らすことができる、それも時間の雑草抜きです。
混雑している活動をやってます。ああ、庭作りたいね。はい。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ、これからの。